しょしょしょ。ピノちゃん、ピッピ、ピッピご飯残ってるよ。いらないの。いらないんですか、ピーノちゃん。はいはいはい。こんにちは。よいしょ、お待たせしました。ごめんなさい、バタ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 。ちょっと一瞬ピノちゃんの皮膚の病院行ってきてまして、ちょっとバタバタしております。お待たせしました。そしてこんにちは、こんにちは。みんなご飯食べてるから、もう終わっちゃうかな、お昼休憩。よいしょ、こんにちは。よいしょ、手がうまいわ。はいよ、ピノちゃん、こんにちは。よいしょ、お昼の配信やっていきたいと思います。戻ります。ごめんね、みんな、お昼休憩だったもんね。終わっちゃうよね、もう。ありがとう、こちあんさん、ここあゆさん、ありがとう。まさよかさんもありがとうです。おゼミさん、こんにちは。ごめんね、こゼミさん。何時までですか？ほんとちょっとだけやります。15分ぐらいまでやります。1時。よかったらちょっとでも覗いていってください。こんにちは、ピノちゃん、お水飲んでね。よいしょ、ちょうど休憩入りました。お、こんにちは、こんにちは。お待たせしました。なんかこっちの目がね、二重幅広くなりすぎちゃって、逆におかしいの今、悩みどうしよう。こんにちは、やばい、バタバタ。ピーちゃん、お水飲んでね。よし、んにね、おいしょ、えーり、よいしょ。こんにちは、こんにちはこんにちは、ピノちゃんです。こんにちは。こんにちは、こんにちはこんにちは。美容院頑張りました。美容院ね、頑張ったね。よいしょ、こんにちは。今日の夜聞き戦します。了解です。皆さんよかったら熊イベ参加してます。ぜひぜひピノちゃん、テーブル舐めてる。テーブルの ASMR です。ということで、暑いのでタンクトップ着てます。ちべみるちゃん、やほやほ。深夜の配信時爆睡かましてました。いいですね。こんにちは。私こっちのなんかね、目だけすごい二重幅広くなっちゃった今度広くなりすぎた。みなちゃん、心臓ドクドクドクなので寝てほしいな。ねんにしよっか。ガムガムする。ガムガムしてね。じゃね、うん、
じゃあ寝ます。バイ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 。布団に移動させられます。バイバイ、寝てください。よいしょ、ちょっと待って、そこで待っててね。そして歯磨きガムをあげます。はいはい、も戻って。これ食べたら寝るんだよ、わかった。これ食べて寝ます。はい、こっちで、うんうん、よいしょ。はい、お座り、やって、おかわり、おてて、はい、どうぞ。こんな感じでお届けしております。よいしょ。あ、やばいやばいやばい、いろいろやばい。こんにちは、こんにちは、汗汗、よいしょ。ちょということで、お昼ごめんなさい、1時15分ぐらいまでなんですけど、よかったら皆さんぜひ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 盛り上げていってください。お、1個ランクが上がった、頑張るぞ。ここからが勝負です。ピナちゃん、ガムで遊ばないよ、ガムで遊びませんよ。ピナちゃん、コウメいいな、早い。タキさん、ありがとう、溶けちゃった雲。ちょっとごめん、一瞬画面止まります。 OK です。皆さんご飯食べましたか、ちゃんと。タッキーさんありがとう、クマさんナイス、クマありがとう。納豆健康的。麦さん虹サポーありがとう。センダーさんいらっしゃい、ありがとう。リオさんこんにちは。マイク買いたいんだよね、配信のマイク。ネットでしか売ってないのかな。スウェンさんかわいい、アヒルや。ライバーおー、ありがとう。月橋さんいらっしゃい、昨日も深夜来てくれた。でこう、りょうさんフォローナイス、ありがとう。風化って怖いよねって、おととい実感した。風化って、あー確かに、何を見て思ったんだろう。よいしょ、お腹すいた、私もお腹すいた。嘘、お腹は空いてない。基本的に15時ぐらいまでお腹空かないんです。よいしょ。お、ありがとう、ナイスな。よかったらお昼配信、皆さん1時15分まで予定してます。よかったら聞いていってください。切れない。
界が揺れない夕差し窓に反射してカチカチのウィスピー潮騒待ちぼけ海風ひとつで夏を泳いだ花の白さ酔いの雨流る夜に溺れ誰も焦ないような花ひとつどうかどうかどうか胸の内側に刺してわからないよ本当にわかんないんだよ昼休み終わるので行ってらっしゃい。ありがとう。お、月配さんもくまちゃんありがとう。おかゆさんナイス。水色なめさんありがとう。いらっしゃいです。どうもどうも。よかったら皆さん、ライバー王決定戦参加しております。ライバー王タレント王のゲスト、夜の18時から21時59分まで、ライバーに投げることができるので、よかったら私は今日18時半から配信するんですけど、よろしければ皆さんぜひぜひそちらのギフトをゲットして、よかったら18時半からまた応援に来てください。よいしょ。皆さんはお昼食べましたか？ちゃんと。お、めぐみさんナイス。にじさぷ47人目。やばい、ちょっと悲しい歌選んじゃった。泣きもせず君はさよなら告げるんだね。私は遠慮して泣けなかっただけよ。初雪の空、冷たい一目だけど思い出すの、優しかった頃のあの笑顔。
ますけど、ありきたりですが寂しいです。そういうことさえできなくて、一日がとても長いです。大げさな夢を得意げに話す君、しぐさまねる私、ひまわりが笑った日、角を曲がればまたに君となって、あるはずない、何しているかな、君は今ありきたりですが気になります。喉風邪ひき、曲のリクエストください。よかったらこれ歌ってっていうのあれば。仕事に戻ります。ありがとう、キヨさん。みんなお昼休憩に来てくれたのね。話した髪たちしかがに、ん？話した髪たち確かに、ん？合ってるか。ありがとう。ロッテリンさん、こんにちは。よかったら皆さん、熊井部参加中です。応援よろしくお願いします。好きで好きで仕方なくて、こんな気持ち初めてで、まさきさん、こんにちは。あ、な
かね、喉おかしいのごめんね。あきやさん、ありがとう、虹サポです。48人目すごい。ちょっと今月200人超え目指してますよ。皆さんぜひレベル10まで上げて虹サポになってください。配信をね、いっぱい見に来るだけでもなれるので、よかったら、あ、配信とあと見たりコメントかな。よいしょ。まさきさんは結構最近来てくれますよね。ありがとうです、くまちゃん。よいしょ。何にしようかな。まさきさんフォローしてくれてありがとう。盛り上がり500超えです。パルさんいらっしゃい。届けこの思いよのどういう歌だっけ。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先の返事もう一度したい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかり。でも泣いて笑って少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日笑えればいいじゃない。優しいその手しますか。もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めからうまくいったのに。でも人生は奇跡の組み合わせ。一つでも違えば何もかも変わっちゃうの。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。やっぱり私はあのまま変わらなくていい。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。明日同じ場所を歩けば「優しいその手に触れるまで」「ずっとあなたの夢を見てる」「ありがとうおやすみ」「じゃあまた明日ね」
早くないか。ありがとう。うまっ。なんか隣工事しててビルの解体で、なんかめっちゃねピノ爆発音みたいなので目覚めるんです、朝。なんかあのすごいんですよ、もう解体工事すごくて、しかも結構なビルだから、なんかすごくて、朝からなんかバンみたいな音で目覚めて、もうピノと二人でってなってます。そうで、やっとさ目のちょっと斜め向かいでも前解体工事してたのビルので、それがやっと終わったって思ったら今度新しく建つんだって。でそれが始まってちょっとうるさいなって思ってたら、ちょうど右斜め向かいのビルも解体になって、でそこが今うるさいって感じ。めっちゃクレーム。今日は6時起き、めっちゃ早いやん。ちびみるちゃん休みでも早い。ひとおもどきさんいらっしゃい。あれかな、みんななんで来てくれるんだろう。ありがとね。神戸楽しみ、いいな。にしかも神戸行きたい。神戸めっちゃ行きたい。盛り上がり1500超えてなんかおかしいよね。パルさんありがとう。パルさんありがとうございます。よかったらパルさん SMS の認証登録お願いします。一応あのプロフィールの設定の方から言っていただいて、なんだっけちびみるちゃん、3本線のところから言っていただいて、電話番号の認証登録を済ましていただかないと、せっかくいただいたギフトが反映されないので、そうもったいないので、よかったら電話番号の認証登録お願いします。パルさんありがとう。きなこさんいらっしゃい。ワンワン。ありがとう。あやたかりなさん初訪問です、いらっしゃい。ありがとう。初見さん多い。1500超えしてる。なぬなぬなぬ。ちょっと解体工事がうるさいんです、本当に。本当にね、ピノちゃんね、ピノちゃんの耳こんなになってるよ今ね。解体工事びっくりだよね。なんか本当になんか爆発させてるんじゃないかって音がするんですね。なんかもうすごいの、バーン、バラ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 みたいな。本当にもう解体工事すごいよね。あけるさん400回目の訪問ナイス。すごい音がするの、これやばくない？これ何してると思う？この音、これやばくない？雷みたいなさ、これやばいよね。なかなかですよね。重機のかな？ねえ、何なんだろう。なんかでも私からすると物が落ちてる音がするの、いっぱいバラ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 って。おっかない、怖い、大丈夫かな。やばいね。また戻ってくるね、ありがとう。せっかく来てくれてるから、じゃあもうちょっとやろうかな。ピノちゃん大丈夫？そう、このね解体工事の音でピノちゃんお昼寝が最近あんまりできてなくてですね。ね、大丈夫？犬用の耳栓とかってまあするわけないか。あってもね、ちょっとかわいそうなことになってるの、うちのワンコちゃん。よいしょ。あれかな、初見さんがいっぱい見に来てくれてるかな。これこれ私喋ってないと音やばいよね、本当に。うん。
お、15分過ぎた。じゃあお昼のブラスト1曲にしようかな。うるさいよ。解体工事うるさい。コウスケさんありがとう。でも働いてる人も頑張ってるから、うるさいって言っちゃいけないけど、言っちゃいけないけど、うるさい。ありがとう、こんちゃん、すんやさん。よし、今日のラスト1曲を送るのも、よかったら夜は6時半からやります。ぜひ皆さん夜の部も会いに来てください。ベイビーラー、真っ白なパラソン、 Oh,
昼の配信一旦これで終わりにさせていただき、夜は6時半18時半からスタート予定です。そして、ライバー王決定戦参加してます。ライバー王、そして私はジャンルはタレント王の方にいるので、タレント王のギフトを2つ応援よろしくお願いします。で、このタレント王とライバー王のギフトなんですけど、18時から、夜の18時から21時59分までしか、ライバーに投げることができないので、よかったら皆さんぜひ夜の配信も来て応援してくれたら嬉しいです。猫わんこさんいらっしゃい。猫わんこ面白い。今朝2度目ましてありがとう。
ということで、すいません、解体工事がとてもとてもうるさかったんですけど、マキさんありがとう、いらっしゃい、マサキさんありがとうございます。ということで、お昼の配信一旦これで終了します。ということで皆さん、午後も頑張っていきましょう。ありがとうございました。そして今日6時半18時半からスタート予定です。よかったら皆さん夜もまた会いに来てください。それでは